奴がまだトットのことを後悔してるのか、バット。喜べよ。お前の相棒だから殺さなかったんだ。今の奴をお前も誇りに思うだろう。哀れなキャットウーマン、あんな孤児院に閉じ込められてるとは。リドラーが彼女を自殺に追い込んでいなければの話だが。あった、ジェイソン・トッド君だ。実にいい子だったよ。お家に逃げ帰ってバット父ちゃんに泣きつくんじゃないかと気が気でなかったがな。あいつの秘密を知らないのか、ブルース。残念だ。誰が影で動いてた。テープ8、10月15日。未だ牧師の気配はなく、何の痕跡も見当たらない。だが近いうちに姿を見せる予感がする。主は最も冷酷で暗い土地を作られたがゆえに、そう、作られたのだ。それは我々が野蛮人ども、罪深き男女を備える土地。火の湖が燃え盛り、黒い空から熱い石炭が石の氷となって降り注ぐ。主の苦難の天幕のうちに。見よ、ゴッサムの命運はあとわずかだ。私は見た。主が私に見せてくださったのだ、炎を。炎の中でもだえ苦しむ人間たちをな。なぜならこれが私を心に受け入れない者すべての末路であるから。私は真実の使者である。主が聖なる油を持って私を性別してくださったからである。主は私を他の者と分け、私と私の子供たちに新しい王国の正しい土地を与えると約束してくださった。そうです、あなたたちはこの地上の王となるのです。アーメン。ブラックファイアーの説教はどんどんひどくなる。自らアルマゲドンをもたらすつもりだ。俺もその瞬間に居合わせるだろうな。テープ11、10月19日。ゴッサムのホームレスに聞くと、当時ホームレスの数は減っていて、誰も理由を知らなかった。ブラックファイアとつながりがあるのだろう。テリー・ヌーなんです。下水道工事の仕事を20年やっています。下水道でいろんなものを見てきました。飲み込まれるくらい分厚い油の塊、犬みたいにでっかいネズミ、歯をむき出して毛並みもごついネズミ、下は別世界なんです。それで仮説を立てたんですね。テリーと呼んでください。ホームレスが減っているのは死が彼らを追い出しているからだとの声もありますが、どうですか。聞こえてきたんです。いろんな声が聖歌のようでした。祈りの声、教会で聞くみたいな。何ヶ月もです。頻度が増して声も大きくなってる。正体を突き止めなかった。私だってバカじゃない。第一、私には関係ないし、誰だって無視するでしょう。その後間もなくしてヌーナンは行方不明になり、死亡の吐き溜めで彼の遺体が発見された。事故だとされたが、奴は何か見てはいけないものを見たのだろう。おそらくブラックファイアだ。テープ23、10月26日。記録を調べて小さなヒントを発見した。警官がブラックファイアと揉めていたホームレスを逮捕したらしい。奴の計画が明らかになってきている。名前を聞こうか。私に名前はない。もはや名前など、我々はあのお方の子であり弟子なのだ。誰？真の預言者、救い主たるディーコン・ブラックファイア様だ。ゴッサムを救い、我々皆を救済してくださる。うん、いいやつっぽいじゃないか。愚か者め、お前はディーコン様の力を分かっていないのだ。ああ、分かった、教えてくれ。
ディーコン様は千年の旅を経てこの先千年世界を支配する。何がおかしい、信じていないのだな。いや、お前が何を信じようとそっちは自由さ。私もかつてはディーコン様を疑っていた。しかし見たのだ、血こそ彼の力、彼は血を浴びている。そうだろうとも。生贄の喉元に刃を走らせるとき彼らの目にそれが映る。やがて彼らは光を見るのだ。わかった、落ち着けって。行かねば、最後の生贄がやってくる。あの方に永遠の命を与える生贄が。座れ、奴を取り押さえろ。話すんだ、やめろ。ホームレスの殺人集団、そして血まみれの人柱、スクープだ。次の生贄を期待するよ。それぐらいのネタじゃなきゃ賞は取れない。テープ25、10月30日、鑑識の報告書を手に入れた。人を生贄にするなんて現実にそんなことが起きるとは。死亡した M ・ホリスは廃墟に遺棄されていた。ハモンド・クローズの正面の部屋だ。33歳男性、180センチ、95キロ、茶髪。部屋の中央のテーブルに仰向けの状態で発見された。手首と足首には挫傷。太い紐か縄で拘束されていたらしい。頸部は深くまで切断され、食道や大動脈に達していた。死因は出血多量。被害者は全裸で、服は所持品とともに焼かれていた。凶器は見つかっていない。壁には被害者の血で何かの記号が書かれていた。写真も残っている。ルッソ刑事が2100時間現場を警備した。大変なことが起きている。ブラックファイアがここにいるんだ。奴は最後の生贄を求めてる。でもどこで。パズルの最後のピースが揃えばバーン、野郎は俺のものだ。パズルのピースがはまったぞ。レディー・オブ・ゴッサム、そこで決着がつく。君を待てなくなったよバットマン。見逃せないネタなんだ。レディー・オブ・ゴッサムとの関係が気になってるようだな。ブラック・ファイアはミヤガニ族の言い伝えに登場する名前だ。その昔、彼は矢で射抜かれ洞窟に閉じ込められたとある。洞窟のありかはもう想像がつくだろう。そうだ、レディー・オブ・ゴッサムの真下だ。偶然ではなさそうだな。指紋照合の結果、脱税と詐欺の前科が出てきた。1920年代の事件もある。キャッシュは何かの間違いだと思ってるようだ。みんなどこかでブラックファイアが真実を語っていると願ってたんだ。単なるペテン師だったとは。残念だな。